ビフレド・オスカー・デラ・コンセプシオン・ラム・イ・カスティージャ、通称ビフレド・ラムはキューバの画家。西洋の現代性とアフリカやキューバのシンボルを合わせ持ち、不思議で同時代性のある表現形態を生み出し、荒廃された絵を提唱した。ピカソやラムをその一人と認知していたシュール・レアリスムの人々に近かった。また、車掌主義者やフェイ・ゼズ、コブラとも交流した。 ラムは、マルティニーク出身の詩人、エメ・セゼールと同じ戦いに身を投じることで、長く抑圧されてきた現実からの自由や、正義のため、国の悲劇や、その原因、そして、黒人の精神を描き、生命の尊厳を守るため独自の表現形態を、生み出した。ビフィルド・ラムはキューバが共和国を宣言した年に生まれた。それは、スペイン人の支配から3世紀後であった。 行政上のミスで本名のエルという名を失い、新しい名であるビフルドになった。ラムは8番目の末っ子である。1862年生まれの母アナセラフィーナ、カスティーリアは強制移送されてきた、コンゴ人とスペイン人との婚結である。父エンリクエラムヤムは、1818 18年生まれのアメリカに移住してきた杭州出身の中国人である。父は1860年に、 サンフランシスコに住み、10年後初めて、キューバに移る。最終的に、キューバのサグアラグランデに住み、商売をする。いくつもの関東語の方言を知っていたため、中国系移民のために代書人として働く、教養人であった。1926年に108歳で亡くなり、妻は、その後1944年に亡くなった。セグアラグランデは、北の海岸沿いの小さな町で、 ラスビージャス地方の砂糖作りの中心地である。その地でラムはいくつかの文化や信仰が混じり合った環境の中で少年時代を過ごす。5歳の時に洗礼を受けさせた母が属していたキューバ系カトリック、父がしていた祖先への信仰、そしてアフリカの伝統の中で、マントニカと呼ばれていた大母のアントニカ・ウィルソンに彼は礼拝や神秘の基礎を教わり、 精霊や目に見えないものの世界を開かせた。ラムは、生まれた町の下町で公立の学校に通う。彼は7歳にして、芸術家としての使命に目覚め、デッサンに情熱を注いだ。彼は、とても早くレオナルド・ダ・ヴィンチやベラスケス、ゴヤ、そしてポール・ゴーギャンやウジェーヌ・デラクロワにも、興味を持った。1916年、すでに年老いた父は田舎に残ったが、 ダムと家族の一部は、ハバナに今日構えた。彼は、町の植物園の中で絵を描いた。彼は、芸術の教育を受けるのに、法律の勉強を諦め、肖像画家になる。1918年から1923年までの、間さん、アルジャンドラ国立芸術アカデミーに登録し、レオポールド・ロマニッチやアルマンド・モノカルに支持する。それまでは家計により、 中国籍であったが、21歳の時に、キューバ国籍を取得した。中国人であるよりもまず、キューバ人であることを常に感じていたと話している。1924年から1926年まで、スペインの首都マドリッドにある王立さん、フェルナンド美術アカデミーに入る。授業は、肖像画家であり、教授でもあった、プラド美術館の館長、フェルナンド・アルバーズで外前屋から受けていたが、 彼は伝統のみで判断する人であった。また、彼はかつて、サルバドールダリの先生であった。1925年から、マドリッドにおける反動的な教育から逃れるため、反画一主義の画家の支援を受けたジュリオ・モワゼが、創設したエル・エスクエラ・リブレでパイソヘに通った。ラムは1923年から1938年まで、スペインで生活した。 マドリッドに一番長くいたが、クエンカやレオンそしてバルセロナでも生活した。長い学びと探求の期間であった。伝統的教育にもかかわらず、古い世界は刑事者の役割を果たした。まずは古い考えの教師のバイアスによって、プラド美術館に飾られている独裁者を暴き出した。すべての人々に惹かれた。彼は反逆的で反体制の芸術家に親近感を覚えた。 また彼は芸術の起源、西洋やアフリカの戦士時代、キッコ主義にも興味を示した。ポール・セザンヌやアンリ・マティス、そして特に1929年に出会ったピカソの絵に、それは刑事であった。ソレイ・ゴラムはすべての人のために民主的で全体に通じる構成を持った絵を描きたいと願った。スペインはラムにとって悲劇的な経験の土地であった。 個人的な苦しみが歴史的悲劇に加わった。1936年7月18日から共和主義者に加担し、マドリッドの防衛に参加し、軍需工場で働いた。彼がその地を経つ、少し前、2番目の妻となるヘレナ・ホルツァーと出会っている。ラムは1938年5月パリへ旅立つためにスペインを離れ、1940年までその地に住まう。 この滞在が主要な重要性を帯びた。ラムにとって自由の先導者になるピカソは彼を迎え入れた。このスペイン人は彼にジョルジュ・ブラック、アンドレ・ブルトン、ポール・エルワード、フェルナンド・レジェ、ミシェル・レイリス、マチス、ジョアン・ミロ、トリスタン・ツァラ、クリスチアン・ゼルボス、そして同じように芸術商人のダニエル・ヘンリー・カーン・ワイラーやピエール・ローブを紹介した。 1940年6月のフランスの敗北の後、ラムはパリを離れ、マルセイユに行く。10月、そこには知識人やナチズムに敵意を持つ芸術家、その中にはブルトン周辺のシュールレアリストもいた。1941年2月、バリアンフライとダニエル・ベネデット率いる緊急救助委員会によってフランスを離れることができた。 1941年4月から5月までマルティニークに初めて寄港している。ブルトンのおかげでホールドフランスで雑誌、熱帯を見つけ、その創始者であるスザンヌ・セゼールとエメ・セゼールの夫妻と出会った。このキューバ人がかと若いマルティニークの詩人との間には大きな友情が育まれ始めた。ラムは、セゼールやレオポール・セダール・サンゴール、 レオン・ゴントロン・ダマなどが不正義や植民地の専制主義に対して起こしていた戦いに親近感を感じていた。ラムは1941年8月にキューバに着く。彼はバチスタ大政下の黒人たちの惨めな状態によって混乱した自身の国になじめずにいた戻ってみたものは地獄のようであった。若い頃のあらゆる植民地の悲劇が私によみがえってきた。これが きっかけとなり、カンバスは告発と反抗の武器となった。子供時代の魔術的世界の中から取り出し、専門家やその筋の方から教わった、サンテリアのセレモニーやアバクアスの儀式から着想を得て、そして、私は、アフリカに向けた絵を描き始めた。しかしラムは無心論者でいた。抑圧され霊属された人民の神話を蘇らせる、ことで、自身の国家の悲劇を描いた。 1944年にニューヨークで展示した作品ジャングルは物議を醸したが、1945年にはモマに購入された。ラムは以後、完全に自由の中で絵を描いた。戦争の終わりは旅や出会い、新たな発見の終わりでもあった。彼の作品は国際的な認知の対象であった。キューバを拠点とし、彼は1945年の終わり頃から、 ハイチ人詩人、クレモン・マグロ・アール・サン・オードと関係のあるハイチを訪れた。そして、フランスとニューヨークにも。島で独裁をもたらした1952年5月10日のバチスタのクーデター後パリからスウェーデンを経て、ベネズエラにマトグロッソ、メキシコ、キューバ、シカゴを訪れている。創作は決して止めず、記念碑的で、とうてみむかつ神話的、そして難解なカンバス。 当時期の壁画、版画、作品上の初めてのモノグラフィの時期であった。1960年に若いスウェーデン人の芸術家ルー、ローリンと結婚する。カストロの革命後、キューバは彼を1963年に熱狂的な歓迎を持って受け入れた。ラムは頻繁に訪れ、大統領府のため絵画第三世界を描いた。1957年から、 ラムは定期的にイタリアへ赴き、小さな海辺の町アルビッソラマリーナに滞在する。そこで彼は、たくさんの芸術家と知り合う、アスガー・ヨーン、エンリコバイ、カレル・アッペル、コルネール、マッタ、トゥーリオ・マゾッティ、ピエロ・マンゾーニ、ダンジェロ、エド・アル・ジャガー、ロベルト・クリッパ、ギール・ドボール、アゲーノ・オル・ファブリなど、自由かつ友好的で、創作や、 芸術的な競争心に向いている、この環境に惹かれ、一年のうち数ヶ月をここで過ごす、ことを決めた。1960年代から、それは、その後20年近く、絵を描く拠点となっていく。ジョルヌは何度も彼に、陶磁器の手ほどきをしてくれた。彼は1975年にだけそのことを楽しんだ。彼が、この新しい技巧と、創造的な自由に情熱を持てたのは、 サンジョルジュのアトリエでだけだった。世界を通してたくさん展示してきたラムは、その時代のコンテンポラリーアートの主要な集会に招待されたカッセルのドクメンタニとサンベニスのビエンナール。パリでは1954年から1982年の5月サロンを忠実に果たした。ラムは1967年キューバに5月サロンを移し、 そこでは招待されたすべての芸術家とキューバ人、芸術家によって制作された作品を集めたキューバ、コレクティバが実現された。1969年代から、ラムは、たくさんの版画を制作した。その仕事の大部分は、信仰のあった詩人たちの挿絵に当てられている、エメ・セゼール、アンドレ・ブルトン、ルネ・シャール、エドアール・グリスさん、アランジュ・フロワ、ミシェル・レリス、ゲラシム、ルカ、 アンドレ・ピエールド、マンディアルグ、クレマン・マグロワール・サントーブ、トリスタン・ツァラ。ラムは、脳の発作に打ちのめされていた頃の1978年8月、ジョルジオ・ウピグリオのミランのアトリエで仕事をしていた。彼は、半身不随で、車椅子の状態から抜け出ていた。生まれ故郷に対する傍挙の念が強くなっていった。その頃から、キューバとアルビスソラで暮らすようになり、 1982年9月11日、パリで亡くなった。国葬が12月8日、ハバナで執り行われた。ありがとうございます。